ご覧いただきありがとうございます。入園入学の季節が近づいてきました。手作りをお考えのお母様方必見です。どうぞ最後までご覧ください。こちらは紹介のみとなりますが、使いやすさを重視したデザインによるもの、またリメイクでの手作りといろいろ紹介させていただいています。どうぞチャンネルを登録していただいて、作り方や型紙をご覧ください。よろしくお願いいたします。まず小学生のお子様の給食袋を紹介させていただきます。こちら3点となります。デザインはいろいろ作れます。こちらの特徴は紐が短いのでランドセルにかけやすく、またあまりブラブラしないので安全です。そしてファスナーを使っていますので出し入れが簡単です。またお子様の着れなくなった洋服などでリメイクとして作れます。こちらの2点はお子様のブラウスから作ったものです。出し入れはボタンとなりますが、ボタンの代わりにマジックテープをつけてあげると使いやすいかと思います。こちらはお子様のヨットパーカーから作ったものです。ファスナー付けはなかなか難しいですが、ファスナーがそのまま使えるので大変便利かと思います。給食袋の作り方を少し応用して、こちらのシューズ入れも作ることができます。ファスナーシュターを少し長めにして、そしてシューズに合わせて幅を広めにし、そして持ち手をこのようにするだけでシューズ入れともなります。生地は裏をキルティングにして、そして表は綿生地ですると良いかと思います。ぜひ挑戦してみてください。こちらのリメイクとしてのアップ、そして給食袋のアップ、型紙のアップもさせていただいていますので、チャンネルを登録していただいてご覧ください。お弁当袋の紹介をさせていただきます。このようなお弁当袋となります。お弁当袋をセットした状態です。これも詳細やそして作り方、型紙などもアップしていますので、どうぞご覧ください。布製の端入れもアップしています。ボタンタイプとループエンドタイプがあります。ループエンドタイプは幼稚園児さんや小学低学年のお子様にも使いやすい端入れとなっております。こちら型紙作り方もアップしています。ご覧ください。そしてこちらのハンドタオルから作るスプーンフォーク入れもアップしています。作製品はこちらとなります。20センチ角で作ったものです。こちらの分はマジックテープで留めるようにしています。またマジックテープで留めますので、ペンケースなどにも使えるかと思います。作り方をアップしていますのでご覧ください。こちらもハンドタオルで作成しています。ポケットティッシュ入れとなります。可愛いキャラクターで作ってあげるとお子様に喜んでいただけるかと思います。
そして上に紐をつけていますので、このままランドセルのナス管にかけて持っていくこともできます。ポケットティッシュを外してタオルとしても使いますので便利かと思います。この他に移動ポケットやうさぎちゃんの耳のようにかわいいお弁当袋などもアップしています。そしてフェルトによるかわいいお部屋の作成、入れ替えるだけで何年も使えるカレンダーなどの作成もアップしていますのでご覧ください。長らくご覧いただきありがとうございました。手作りの楽しい時間をお過ごしください。